はい、こんにちは、ライムです。ということで、今回は6周年アニバーサリー、また言ってるわ6周年記念装備召喚いきたいと思います。で、これが、今日のログインで、チケット50枚50連分溜まっているので、それをぶっ放していきたいなと思います。まだ一度もね、回していないので、今回は、ラインナップにシンクロとか含まれているみたいなので、ここでな、思いもよらぬやべえやつが出るかもしれないんで、これちょっとねやっていきたいね。うわー、すごい入ってる。ただ確率やっぱ低いね。 0.59% 低いね。だから星6以上が 10% になってるんだね。で、星5含めて 14% かっていう分布になってるんで、星7、まあ何でも LB でもね、何かしら出ればもう御の字というところですね。ちょっとやっぱ音量でかいかな。はい、失礼。はい、これでいこう。いきます。さあどうかな。さあ、まあ贅沢は言えないかな。贅沢は言えないけど、かぶり、あー、5周年のライム違うね。5周年じゃねえか。6周年のライム違うね。いきます、キップ。アーシュラの多分レジ待てだね、多分ね。時短っぽいな。時短のオーバーフローじゃない？あー、見たことあるわ。これ絶対かぶり。3つともかぶりだわ。いやー、かぶりはちょっとな。1つでもかぶりじゃないのがあればいいけど。全部持ってる、多分全、あ、ん、お、これがなんだ。あれだね、ザックスだ。ザックスの属性違い、ザックスの星6戦にもあるよね。風属性デバフしつつってやつだ。ザックス系だね。ありだね。まあありだね、全然あり。ロックさんにこれは全然あり。ロックさんは、まあ、新容器ゲットしたしね、5周年、6周年で、スライチだって。さっきまで5周年の、キングダムハーツユニオンクロスってご存知ですか？あっちがね、5周年イベントやってるんですよ、今。なんで、こっちになる頭が、こっちが6周年だね。そう、紛らわしいんだよね、同じタイミングでやるから、9月、10月は。はい。で、ロックだ。まあまあまあ、持ってないから OK でしょ。あとはやっぱり、ジタンのオーバーフロー。で、アーシャのレジ待てだね。まあ、はい。いいでしょ。全然 OK。さあ次は。まあ、あれだよね。なんかシリー、なんか2とか、2とか、11とか、14あたりの装備が欲しい。切実に。何も持って。ミラボってことは、だって、ね。いきます、キップ。わかんねえ。これなんだ？わかんねえ。これなんだ？これ見たことない。これ絶対持ってない。持ってないならおかしいけど、誰の装備かわかんない。なんだ、これ。誰だ？クルルね。予言師モデル。予言師の服装ってこんなんだっけ？予言師ほぼ原作でも使ってなかった気がする。予言師ってこんなんなんだ。クルルの超絶。ツインエレメントモードだね。これ多分だから最近の超絶だよね。多分ツインエレメントモードってことは。いやいや最近のやつだと思う、これ。クルルね。クルル装備全く揃ってないな。多分。バーストで止まってんじゃないかな多分ね。覚醒も何一つ持ってないからね、クルルさんは。結構この子技多い、結構優遇されてる方だと思うけどね。何も持ってないんだな。オッケーオッケー。まあツインエレメントモードだからね、多分覚醒とかと組み合わせれば、シンクロとか組み合わせれば結構活躍できんじゃないかな。はい、30連目。ん？ 30 連目ですか30連目だよね。すごい、すごいぞ。6周年のライムは違う。ここが違う。行くぜ。
あーもう出なかったね、モグね。モグちょっと今すごいちょっと期待したわ。ちょっと、あでも知らない装備がいっぱい出る。これはこれリノアだね。これリノアなのはわかる。リノア奥義だね。なんだリノア以外は多分持ってないと思う。なんだ、ん、これなんだ、ジェネシス。あーこれジェネシスの強い戦技だね。強いやつだこれ。重式付与してダメージ限界突破可能な、現在 HP99% ダメージ、一定時間炎属性アビ使用時にヒートリサイター、そう追撃が出るやつだ。追撃しつつまとうやつだね。これ強いよね。ジェネシス戦技が強いね。あと限界突破、ダメージ限界突破するやつもあるか。で、レイラ。レイラの重式だね。レイラも持ってないな。これレイラモデルなんだ。誰の、何このちょっといかがわしい装備はと思ったけど、レイラなんだね、これ。あ、でも2の装備一応出たね。レイラの覚醒とかないけど。はい。次40連いきます。40連。いやでもここまですごいね。すごいね。中身はともかくとして、すごい。数はすごい。すごい。何が起こってる？やばい。星5じゃなくてミラボってとこもすごくない？なんだ？ 6 周年のライムは一味も二味も違うぜ。これわかんないな。あ、これは見覚えしかない。これは見覚えしかない。片方は確実に持ってるわ。片方確実に持ってる。最初のやつは分かんない。グラディオだね。え？ナインの、あ、スタイナーか。スタイナーのオバフロね。で、グラディオの超絶。まあ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 。ラスト。ラスト。ラストサムライ。まあ、中身はともかく、ほんとミラボの数がすげえわ、今回。さあ、どうかな。シンクロ。どうした、どうした、なんだ、何が起こってる。いつものミラボ1個やつじゃねえ。マジか。行きますよ、スキップ。出るかな。さす、あー来なかった。これ知らない。これも見たことないな。これガウだね。これガウモデルだね。これどう見てもガウモデル。あ、これ風数、風数矢じゃない。風数矢の覚醒じゃない。風水を使ってみた動画は皆さんぜひチェックしてみてね。面白いと思うかな。え、これ誰かのモデルだ、誰かモデルだと思うけど分かんない。カイン、カインかな。これなんか良さげな匂いがするね。なんか良さげな気がするぞ。これなんか多分覚醒入ってない？覚醒入ってそうだよね。お、ウォル、ウォルの覚醒。ウォルの覚醒。一定時間、地属性、生属性耐性、レベル2ダウン。一定時間自身に、異節の戦士覚醒モード、限界突破レベル1。ツインエレメントモード、待機時間短縮。地、生属性アビ使用時もう一回放つ。このなんだ、異節の戦士覚醒モードがわ、あ、それかこれか。二属性のやつってことね。だから、まあ覚醒の中で見れば強いんじゃない。待機時間短縮しつつ耐性もダウンできる。まあこれが果たしてあの絶務とかで使えるかって言ったら微妙だけど、これしかねえし、これしかねえし、使えるかっつったら微妙だけど、まあ生属性パの相方になるのかな。まあでもあれだね、オーディンとか、オーディンとかだとちょっとさすがに使えないかな。属性まとい的な意味でね。で、これがなんだ、ガウの、ガウの奥義。ガウ奥義だね。やっぱガウモデルだったわ。魔物と大行進。で、これがクリスタルの固定。イングズ。イングズの星6戦技。踏みとどまる。待機なし。使わないやつだ。使わないやつだ。で、風水矢の覚醒ね。オッケーオッケーオッケー。まあ、あれまだあんのかな、もうないよね。あれある、あれ ?6 枚配られているだと。6枚あった。幻の、
幻の6枚目あれ50連した、あれもう回数が分かんない、今の50連だったよね多分ね。いきます、これ持ってる、これ持ってるやつはこれ持ってます、これジタンの超絶だね多分ね、多分ジタンの超絶だね多分、持ってる、どうかな、多分持ってると思うんだよな、あ持ってない方の超絶だった、グランドリーサル DX モード、属性耐性落とせるやつだねこれね、なるほど、オッケーオッケーオッケー、持ってなかったからもうさすがにないよな、え何枚、何枚チケットあるねん何枚あるねん何枚持ってんの、えこんなもう配られてたっけ、2枚ずつもしかして配られてる、2枚ずつ配られてるか、僕が全然計算ミスしてんのか、いきますスキップ、あ来た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 、星7来たぞ、 0.0.0. 何パー引いたぞ、あーえこれリノアの、リノアのどっちだ、リノアのシンクロか LB だよね、どっちだ、どっちにしろ持ってない、両方持ってないからどっちでも、あおおおおおー、シンクロ、リノアシンクロ来た、すげえわ、6周年ライムはここが違う来たわ、あでしかもちょうど氷だね、氷のラグナ戦技だね、ラグ戦技にリノア来た、すげえすげえ、なんでこんなチケット持ってんのかわかんねえし、出たよみんな、出るんだね、シンクロ都市伝説じゃなかったんだ、出てしまった、これねちょっと地味に頭の片隅にリノアシンクロ欲しいなとか思ってたんだよ出たね、すごい、さすがにもうチケットないだろう、あやんの、あるよあるよ何これどういうこと、僕はもしかしてもう100枚、もう100枚10枚分ある、もしかしてまたミラボだよ、なんだやばいやばいやばい、あかぶった、この恐ろしい闇鍋の中でかぶることあるこれだ、これリディアの覚醒っぽいな、だねリディアの覚醒、いや同じガチャで同じ闇鍋の中でかぶることあるえまだあんのかなチケット、まだあんのかな、もしかしてチケット、ちょっと一旦ボックス整理してくるけど、えもしかしてもう100連分あんのかな、てっきり50連分だと思ってたわ、はい戻ってまいりました、これさ不親切なのがチケットの所持枚数もないんだよね、書いてるとこないんだよね、いやまだあるわ、あんのかな、あるわ、あるね、100枚だから今日で100枚なのか、ログインで2枚ずつ配られてんのかな、これ今更だけど、だからこれ100連あんのか、全部か、今日で最後なんだね、なるほどスキップします、あーこれは知らないわ、これなんだケフか、なんだ誰、これは知らないな、ギルバートケフか、縦ごと、エーコモーグリの縦笛、テラフォーミング、エーコさんの覚醒持ってないじゃん、これ持ってないやつじゃん持ってないやつだったね、俺が回復しつつ召喚する系か、ちょっと中途半端なやつだね、まあしかも白魔法対応してないんだねこれ、召喚じゃないと回復できないやつだ、まあ絶無で活躍してくれんのかな、何気にエイコの装備が揃っていく、はい次がもう何連、あやっぱ100連分あるんだな、これ今日で最後だったね、僕の盛大な勘違いしてましたねこれね、なるほど僕の盛大な勘違いだった、あれちょっとこれ OKOK、はいスキップ、あーライトニングモデルだね、ライトニングモデル、これは超絶かな、生属性超絶、覚醒ではないよな、
あ、普通に雷属性の超絶だった。ブレイブ超絶だった。終わりかな？まだある？もう数えるのをやめた。数えるのやめてしまった。でもそろそろラストだよね。でも何気にここまでやってきて、星51個やつは、ここしかない。他全部ミラボ出てたね。すごいわ。6周年ライムすごすぎだろ、これ。何が起こってんだ？槍だ。わかんない。平凡すぎる。何の変哲もない。どこにでも落ちてそうな槍。どこにでも落ちてないかもしれないけど。ナインだね。ナインの追撃。ナイン使うことないな。ナインだけに。終わった。終わりましたね。ということでですね。多分今のでもう100連したね。多分ね。だから今日で100連だったんだ、結局。僕の勘違いでしたね。全然勘違いだった。1回のログインで1つずつもらえるパティーンなのかと思ってたわ。ただ今回の一番最高はやっぱシンクロ？だってシンクロだって 0コンマ切ってんですよ。だってこれ 1% 切ってる。 0.59%、まあ、約 0.6% の壁を突破したってことだね。で、しかも持ってなかったやつ。持ってないシンクロは激アツだったね。激アツ。で、ミラボかな？ミラボ率がなんか思った以上に高かったのは、単純によくよく見ると、星5よりミラボ率の方が高いんだね。星6の方が確率高いんだ。9.4% なんだ。逆かと思った一瞬。あ、道理で。それはミラボ出るわ。なるほどね。そういうことだった。まあでも、今回は、すごかった。なんか6周年ライムじゃない。ほら、複数引きってことが、いつもだったらね、まあミラボいくら隠れてたかもしれない。ミラボ1個とか。ミラボ1個が5回連続続いても不思議じゃない男なのに、2、3個が多かったね。6周年ライムは違うぜ。はい。といったわけでですね、まだ引いてないから、まあ、わざわざこの動画配信してる人じゃないと、チケット貯めたりはしてないと思うけど、普通に引いてると思うんですからね。はい。当然僕よりいい引きしてる人はいるんだろうしね。シンクロ2個当たりましたとか、LB も当たりましたとか、星7、4つ当たったぜ、この野郎って人もいると思いますけどね。はい。まだまだ6周年記念イベント。続いていきますので楽しんでいきましょう。といったところで今回の動画ここまでで終わりたいと思います。参考になったら面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。